村を抜け再び冒険を始めたもずく。情報を頼りに町へ向かったが、そこには行く手を阻むドラゴンが。苦戦しながらも倒し、やっと入り口にたどり着くことができた。果たして今回はどんな物語が待っているのだろうか。こんにちは、もずくです。今回で魔法使いが住む島第5話になるんですけど、前回王国の入り口を作ったので、今回は王国の中を作っていきます。でもちろん王国なのでお城も作りたいし、第3話の村よりももっと賑やかにもしたいし、王国全体が見渡せる場所も作りたいなと思っております。では早速作っていきます。どうぞ。まず今回作る場所は門を抜けた2段目とその奥の1段目を使って作っていきます。で、他にも作りたいエリアはたくさんあるので、王国はなるべくギュッとしたつもりではあるんですけど、今まで作ったエリアと比べるとちょっと広めのエリアにはなってるかなと思います。では早速しまくりを始めていくんですけど、2段目は銀色の兵隊さんの後ろから奥に10マス分作ってます。で、今回は王国の中なので、地面は日夜タイルを全体に敷いていきます。ちなみに真ん中はアクセントでちょっと大げさにグレーチングを敷いておきました。で、基本的には道の周りは柄のあるタイル、その他は普通のタイルを敷いて分けてます。右側も同じように敷いて、全体はこんな感じになりました。ちなみにまだここは王国のメインの場所ではありません。なんか門をくぐってすぐに中心部があるよりも、なんかこうサブ的な場所があった方がワクワク感が増すんじゃないかなと思って作りました。では次はお城の塔やお城の壁を使って2段目のエリアを囲っていきます。で、1段目から見て崖肌が見えているところにも壁を並べて、並べづらいところは木で隠しておきます。で、ここからがこだわりポイントなんですけど、王国の中心部の入り口の左右に建物を建てて、あえて入り口を狭くすることでより奥の空間を活かせる気もするし、この道を抜けた先には何が待ってるんだろうかみたいなのも感じられるんじゃないかなと思って作ってみました。ちなみに建物の中から覗いているトピアリーたちのわさわさ感もこだわり&お気に入りポイントです。で、さらに西部の街並みやガゼボを使って立体的にしていきます。全体はこんな感じになりました。では次は家具を飾っていきます。まずグレーチングの上からなんですけど、バードバスを使って小さな噴水、素朴なパーティーライトで賑やかさを出します。で、ここから私のリサーチ情報をぜひ聞いてほしいんですけど、案外 RPG の街って思ってるよりもやりすぎてないというか、なんなら現実の街に近いなとも思ったので、ほんのちょっとの違和感を足して家具を置いていきます。例えばエリア全体に壺を多めに置いてみたり、現実と離れた家具をちょっとだけ置いてみたり、街灯の旗の部分を県の看板に変えてみたりみたいな感じです。はい、どうでしょうか。実際にありそうだけど RPG っぽさも出てるんじゃないかなと思います。なんならこれくらいシンプルな作りの方が私が作る RPG っぽくていいんじゃないかなとも思ったりもしてます。では次は王国の中心を作っていくので、1段目につながる階段を設置しておきます。階段と中心部を見渡す場所が作れたということで、今のこの画角から建物が5軒、噴水、お城が見えるように作っていきます。まずは周りの指標になるように
噴水の位置を決めます。噴水の見え方が OK だったので、次は周りに道を敷いて建物や他の家具の指標にします。全体はこんな感じです。緑も多少あった方が RPG っぽさも出るかなと思って、中心部はあえて草地を残しておきました。次は噴水の周りに家具を置いていきます。 RPG の街といえばちょっと豪華な噴水が必ずあるイメージなので、もう少し豪華さを出すために低木やトピアリー、屋台を使って目立たせます。はい、これで印象的な噴水になったんじゃないかなと思います。では次は前回でも登場したテレポートができるという設定の場所を階段周りに作っていきます。大きな街の中にもテレポートがあるイメージなので、ちょっと場所的に不安定ではあるんですけど、マンホールと遺跡の柱、キューブライトを使って作ります。全体はこんな感じです。仲間と待ち合わせをするときにこの噴水の前で集まってそうだなっていうイメージでここに作りました。では次は建物の位置を決めていきます。左右の後ろ側のお家は前に立つお家で隠れすぎないように大きなお家にしておきます。建物の場所がとりあえず決まったので、次はその周りをお城の壁や塔で囲っていきます。で、中途半端に余ってしまったところは木で埋めておきます。全体はこんな感じになりました。壁で囲ったことでだいぶ町っぽく王国っぽくなってきたんじゃないかなと思います。では早速建物を一気に移設します。はい、どうでしょうか。かなり見栄えが変わったかなと思います。ちなみに今回外観もちょっとしたこだわりがあって、全部をブラウンにしてしまうと現実っぽさが強すぎたので、どこかしらに緑を入れて、さらにドアプレートもつけてファンタジー寄りにしています。では次はお家の周りや空いているところにどんどん家具を置いていきます。家具の選び方的にはこの中心部は噴水と建物がメインなので、その邪魔をせず世界観に合うもので埋めていってます。全体はこんな感じです。樽や木箱などを足したことで生活感が出て賑やかになったかなと思います。でももう少しだけ生活してる感じを出したいので、この街で野放しで飼われているウサギを放しておきます。で、さらに賑やかさとファンタジーっぽさももう少しだけ足したいので、カーニバルな紙吹雪マシンを置いておきます。はい、これで王国の中心部は完成しました。では最後の仕上げとして、今見えている空のところにお城を作ります。まずお城の門の後ろが開いているので、西部の街並みで建物を作って埋めておきます。次にお城の土台となる崖を作っていきます。お城の塔の横に 2×3 の崖、その後ろには横18マス、縦5マスの崖を作ります。で、2段目だけでは手前から見えないので、横16マス、縦3マスの崖を3段目に作ります。で、さらにお城の壁の隙間から草地は見えてほしくないので、全面にタイルを敷いておきます。ではお城を作る準備が整ったので、お城シリーズを使ってお城を作っていきます。遠くからお城に見えるように配置するのが難しかったんですけど、やってみて思ったのは、3段目とお城の塔の位置を意識してお城に関連しそうな家具を置いていくとお城に見えるのかなと思います。ちなみにお城はグレーのリメイクにしたんですけど、
まちげ使っている色と同じにすると遠くから見た時に区別がつきづらそうかなと思ったので、ちょうど噴水や階段と同じ色のリメイクにしました。では1段目も壁で囲って、これで今回のエリアは完成です。いかがでしたでしょうか。今回は王国を作ってみました。ここまで町っていう感じの町を作ったことはなかったので、新鮮ですごく楽しかったし、なんとか作れてよかったっていう安心感があります。違和感要素とお城を取り除けば現実の町として作れるかと思うので、よければ参考に作ってみてください。次回の動画は動物たちのお家のリフォーム動画になります。ぜひ次回も見ていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。